こんにちは。4月6日月曜日 FX ウィーク、今週の為替市場の見通しです。フォレックス TV ジャパンの岡田紀子がお送りします。この時間は先週1週間の相場を振り返るとともに、今週予定されている経済指標やイベントなどを踏まえ、1週間の為替市場の値動きを予想します。まずは先週の相場を振り返ります。先週の為替市場は円が全面高でスタートしたものの、その後は一転、週末にかけて全面安の展開となり、ドル円相場はおよそ5ヶ月ぶりに100円台に突入しました。重要な材料が非常に多かった先週ですが、まず週の初めの月曜日にアメリカの自動車作業部会が GM とクライスラーは破産の選択肢があると発表したことから、ドルが嫌気され円が買い進められました。クロス円は総じて大幅下落し、ドル円も週の寄り付きレベルから2円を超える下げ幅となり、96円を割り込む場面も観測されています。しかし翌日に発表された日銀短観で、マーケットが最も注視している大企業製造業の判断指数が過去最低水準となるマイナス58と予想以上の悪化を示したことから、市場は一転して円売りが加速。 G20 金融サミットで景気対策に前向きな共同声明が採択されたことも円売りを後押ししました。なお週末には注目のアメリカの雇用統計が発表され、内容は良くなかったものの市場の予想内だったため、影響は限定的なものにとどまっています。一方、それらとは別に、先週は ECB ヨーロッパ中央銀行の政策金利が発表され、 0.25% の引き下げと市場予想より小幅だったことを受けて、ユーロが急速に買われ、対ドル対円ともに一時急騰する局面も観測されています。では変わりまして、今週の為替相場の見通しです。今週は先週と比較すると、金融マーケットに大きな影響を与えそうな材料は比較的乏しい1週間です。しかしこうした中でも注目される要因は大きく2つあるでしょう。その1つは各国の政策金利の発表です。明日火曜日に日銀と RBA オーストラリア中央銀行、そして9日木曜日には BOE イングランド銀行が政策金利を発表する見込みです。金利の引き下げ幅も注目されるところですが、それとともに金利の打ち止め示唆など関係筋からどんなコメントが聞かれるのか気になるところです。そしてもう一つは、アメリカを中心とした各国の株価動向に要注意です。ここ最近は株価と為替市場の連動性が高く、ニューヨークダウなどアメリカの株価が上昇すれば円安に、逆に株価が下落すれば円高になる傾向があります。昨日ミサイルが打ち上げられた北朝鮮などの地政学リスクや、アメリカの経済状況によっては株価が大きく左右されかねませんので、そうした観点から発表される指標や企業決算などにもぜひ注意してください。なお今週末から来週の初めにかけて、主要な欧米市場は復活祭イースターで休場となります。土日を挟んでの3連休あるいは4連休を前に、これまで積み上げてきたポジションの整理に動く可能性も否定できません。週末にかけては荒れ模様となりかねない大きな価格変動に注意が必要でしょう。以上 FX ウィーク、今週の為替市場の見通しをお送りしました。